はい、2番です。右の図のような道路のある地域で A から B へ行く最短の道順のうち C を通る道順は何通り、 C を通らないが D を通る道順は何通りと、こういうことですね。まあよくあるパターンの問題です。左下に A があって右上に B があると。で、その間ね、要するに最短ですから左に戻ったり下に行ったりしなければいいんですね。右向きに5区画。とにかく上向けに、3区画。これどういう順番でもいいからね。右、上、上、右、右、右、上、右とかね。右、右、右、上、上、右とかね。ということで、ここに書いてある。A から B の最短経路の数は、右向きの矢印5個と、上向きの矢印3個を、並べた、その順列の数だけあるだろうと。こういうふうにしてね、考えるわけです。同じものを含む順列ってことになりますね。つまり右向きの同じもの、区別つかないものが記号が5つ、上向き3つ、ね、同じものです。同じものってことはつまり入れ替えても変わらないっていうことです。いいですね。右向きの矢印5つあるけど、その5つはどういう順番に入れ替えても、それはもう道順には影響しないだろうってことです。そういったものをどうやって数えるかっていうことですね。今ここにその1とその2ってこう書いてありますけど、どっちから行こうかな。まあ、順列というわけですから、じゃあ、 まあ順列に沿った考え方から行きましょうか。まずこう同じもの、ね、区別つかないなんて最初から言うとわからないから、とりあえず右向きの矢印に1番から5番まで番号ついてると思いましょうと。まあ、1書かなくてもいいですね。上向き3つの矢印にも1番から3番まで番号がついて、とりあえず区別できると。8個全部区別できるんだ、記号ね。8個の記号。そうすると、全部8個並べると何通りの並べ方があるかっていうと、8の階乗でいいですか？階乗ってのは1個ずつ減っていく、あのね、階段のような情報、掛け算っていうんで階乗ですね。さて、それでこの区別をなくすわけです。まあ、右向き1番から5番まで番号ついてるんですけれども、その番号だけが入れ替わってるもの。それは同じ道順じゃねえかと。もうなるわけですね。ですから、1番から5番の右向きの矢印の番号を入れ替えただけのものは、同じ道順というふうにして、グループにするわけですね。そういうグループ分けっていうのは割り算でいいですか？はい、ここね。じゃあ、割り算です。割り算はね、分数の分母に書けばいいですね。こうやって。5の階乗、5つのね、右向きの矢印。まあ、1番から5番の番号をただ入れ替えただけのものは同じ道順ですって言って割り算してね、グループの数にするわけです。で、これはまだ上向きの矢印3つは区別されています。で、こうやってグループ分けしたものをさらに上の矢印3つを入れ替えたものでまた大きなグループを作っていくっていうイメージですから、さらに3の階乗で割るわけですね。割り算っていうのはどんどん分母に変えていけばいいんで、こうやって、続けて3の階乗で割ればいいだろうと。で、その2。何かっていうと、順列なのに組み合わせのあの C を使うってやつなんですね。みんな知ってますか？わかりますか？この2種類しかないものを並べるとき、2種類しかないときは特に有効なんですけれども、つまり全部で8個のね、記号を並べるわけです。8個並べる場所、丸でも書いておきますか。1、2、3、4、5、6、7、8と。2種類しかないんでね、例えば右向きの矢印、少ない方がいいかな、これ。3個の上向きの矢印を入れる場所を決めれば、残り5つはもう自動的に右の矢印があります。例えば、ここと、ここと、1個飛んで、ここに上向きの矢印ですって決めれば、もうあとは自動的にね、5つ右向きの矢印ですね。そうすると、8箇所あるうちの、どの3箇所に上向きの矢印をつけるかと。こういうことになるわけです。逆にね、さっき言いかけたけど、先に右向きの矢印の5箇所を選んだっていいんですよ。ね。ただ、少ない方をね、先に決めた方が、多い方の残りにした方がね、計算上有利なんでね、そうしましょう。まあ、1番から8番までの番号を振ってあると思って、そこから3つ番号を選んでください。その番号は順番関係ないので、
8個の番号から3つ選ぶ数ということで、これは、組み合わせの C を使いますね。したがって8個の場所から右向きの矢印を入れる3個選ぶ数はこんだけあると。もうこれでおしまいじゃないですか。残りの5個はもう自動的にね、右の矢印が入るんだからということになります。で、これとこれは同じ結果になるよ。で、ちょっと計算してみましょうね。まず C からいこうかな。この計算知ってますね。分母から書いた方がいいですね。3、2、1と。で、上は8からスタートして、8、7、6と。ここ数が、分子と分母のね、掛け算の数は一緒なんです、これね。だから覚えやすい。で、これで、6、約分できて、7、8、56だと。で、一方、この階乗、階乗、階乗というやつはどうなっていくかっていうと、8、7、6、5、4、3、2、1。ちょっとね、狭いし、省略。で、ここにまた5、4、3、2、1があるんです。で、3、2、1。そうすると、この5から1までの部分がバッサリと約分できて、ほら、残ったのこれと同じじゃないですか。ね。という具合にして、どちらでもいいですよ。ね。最初ね、順列なのになんで組み合わせの C なんだろうなんてね、いう疑問に思った人もいるかもしれませんけど。二つしかないときは一方だけ場所決めればいい、なんていうところでね。はい。で、じゃあ回答の方行きましょうか。で、ここでは単純にね、A から B への最短の道順を答えるっていう問いはないんですね。いきなり C を通る道順とこう来るわけです。ある特定の場所を通るっていうのはね、じゃあまず一旦 A から C まで行かなきゃしょうがないよね。で、ここはもうすぐわかりますね。二通りしかないんですね、ここね。はい。で、その先、C から B までというのを数えるわけです。そうすると今度右向きの矢印4つの上向きの矢印2つという最短経路ですから。じゃあ答え見ましょうか。にょーん。こんなところかな。はい。はい。A から C まで先ほど言った2通りですね。ちょっと図が消えましたけど、皆さん手元にプリントがあるはずです。見ながら、聞いて、両方ね、画面も見ながらね。A から C までは2通り。で、C から B まで。これが先ほど言ったように、ここに説明書きましたね。C から B の最短経路は、右向きが4個、上向き2個の順列だから、この先ほどのこの説明によって、簡単な方にしました。C を使いました。ね。6個の丸の内から2箇所に、ほら、少ない方をね、選んだ方が計算がね、有利ですね。2箇所に上向きを入れる。どの2箇所に入れるかだから、6C2 通りと。で、前半2通り、後半が15通りだから、2通りと15通りの組み合わせということで、掛け算して30通り。いいですね。はい。で、もう一回問題なんだっけ？また、C を通らないが、D を通る道順と。ややこしいですね。C は通らないんです、今度は。今やったのは C を通るやつですね。うん。C を通るやつ。通るやつを除けば通らないやつが出るんですかね。ちょっとヒント。はい。じゃあ答え見ましょう。2をこの辺まででいいかな。もう一回ね、図をここに持ってきましたよ。ね。C を通るものを引けばいいだろうとさっきちらっと言いましたね。したがって、C、A から C まで2通りあって、C から D まで。で、C から D までですね。D は必ず通るわけだから、ここでいきなり B まで行くんじゃなくて、今度は C から D までの部分、これは、右に2個と上に1個ですから、3個のうちの1箇所に上向きの矢印を入れると。いいですね。そうすると A を通って、A から C を通って D まで行く道順が前半2通り、後半が3通りで6通りありますと。A から D まで全部で何通りあんのかっていうと、これはもうわかりますね。右に3個、上に2個ですから、合わせて5個の記号のうちの2箇所が上なんだと。少ない方常にやりますね。5C2、21分の54。全部で10通りあるうちの C を通るやつが6通りあるんだって言ってるわけですからね。A から D までの間で。
それを除けばまず前半 A から D で C を通らないものが出る。これですね。10から6引いて4通り。で、後半 D から B まではもうとにかくスタスタスタと行けばいいので、3つ、右右上っていうね、3つの記号のうちの1箇所に上という矢印を入れるから、3C1。したがって C を通らず D を通るってやつはですね、C を通らずに D まで行くのが4通り。で、後半 D から B までが3通り。掛け算すればいいですね。組み合わせですからね、このね。すると12通り。という具合になるんだな、これがね。いかがですか？